皆さん、こんにちは。次世代ネットワーク交流会にようこそ。今、時代は大きく変わっていますね。で、少林寺拳法も新しい時代をそれに伴って迎えました。今年2020年の1月1日、2代目の宋祐樹前総裁から宋高麻さんが試験に3代目の試験に就任されました。開祖と初めて出会ったのが30歳で、それから60年まるまる初代2代にお仕えしてきました。60年ですから今90になります。初代から2代へ、2代から3代へとつないできたわけですね。少林寺拳法の絆を切ってしまっていいのかと、これは次の世代の皆さんに引き継いでいただくしかないんです。それは言うまでもなく開祖の志なんですね。社会に役立つ人を一人でも多く広めていきたい、そしてその思いを深く深く分かち合いたいと、次世代のここに集われている次世代の皆さん方にも受け継ぐ、つないでいく、そういう役割をお願いしたいわけです。つなぐものは命とその心ですね。命をつなぐ、魂をダーマからいただいた、それは命そのものを受け継いでいるという意味ですね。では開祖の志、開祖が作り出した思い、そして69歳までずっと耐えることなく説き続けた開祖の教え、それは要するに一言で言えば社会に本当に役立つ人間になって世の中のために尽くす、そういう人を一人でも多く育てたいと、それも納得づくで育てたい、そういうことなんですね。少林寺拳法の修行を通してですね、自分だけのことを考えるんでなくて人にも幸せになってもらいたい、自分だけがいい目をするんでなしに皆さんにも広く他の人の幸せを願う人間に育っていってもらいたい、それが簡単に言えばそういう人を育てる運動の中身なんですね。で、それを開祖はこれまで金剛禅運動と呼んだり幸福運動というふうに呼ばれることもありました。今何が必要なのか、受け継ぐんですけど、受け継いでもらうんですけれども、その時に開祖の志というけれども、いや開祖のそのいう志を持つに至った開祖自身はどういう人だったのか、それもやっぱりもっともっと知ってほしいと思う。それから開祖はどういう人生の中でなぜもっと人を育てたいと思ったのか、社会に役に立つ人を育てたいと考えたのか、そこをこれから皆さんにですね分かっていただきたいと思う。多少時間はかかりますけれども、で幸い
思想同心塾というのがありまして、これは第二世宗佑樹師家が考え出した開祖宗同心のよく深く知るためのまあ仕掛けなんですね。私も60年間小児憲法をやってきましたけれども、この宗同心塾をお手伝いさせていただいて、毎回皆さんの討議に参加し、お話も開祖に学んだお話もしてきました。開祖の志を知るためには、開祖がどんな人生を生きてきたのか、どんな体験を積んできたのか、それが分かることが、なぜ開祖の志がこうなのかということが分かる、まあ一つのステップになりますね。開祖の体験、それからもう一つは学びです。開祖自身は勉強家でした。いつも学んでたんです。書物からだけでなくて、人と人との付き合いを通して、あるいは自分が経験した、あんなこともあった、こんなこともあったという出来事を通して、その体験が開祖という創造神という人間を作り上げていったわけですね。ということでですね、開祖を知ってもらうためには、まず開祖の生い立ちから亡くなる、69歳までですね、開祖の69年の生涯がどのようであったかということを学んでいただきたい。昔からですね、新しい酒は古い皮袋に入れるなという言葉がある。これはもう洋の東西を問わず、日本でも世界でもですね、言われてきてるんです。古い皮袋は受け皿としてはいいんですけれども、そこへ新しい出来たての新酒を入れるとですね、古い皮衣にこびりついてる匂いが、せっかくの新しい美味しい新酒をですね、味を変えてしまうんです。酸っぱくなったりね、苦くなったりする。だから新しいお酒は新しい皮衣に入れて、そこでじっくりさらに熟成していくという、そういうことが大事なんだよということを先人の教えとしてあるんですね。で、高馬さんという、高馬代表という第三世師家が今年1月に就任されて、新しい道を歩き始めたわけです。それを皆さん方にですね、一緒に走っていただきたい、一緒に歩いていただきたい、はい、私90歳ですけれども、だからヨロヨロのヨボヨボですけれども、それでも気持ちだけでも一緒に歩こうと思っています。ヨロヨロしながらでもですね、少しは歩みが遅れても、同じ方を向いて、しけが同じ方を向いて行かれると同じ方向についていきたいと思う。一緒に支えるよりも一緒に走っていただきたい、それをお願いしたいと。どうか皆さん、新しい皮袋になって新しいお酒を入れていただきたいと思います。頑張りましょうね。どうもありがとうございました。